大人の遊びをしようじゃないか。レブレッジ投資家、いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、FOMC がね、開催されるということでね、まあ、あと数日後に分かることなんですけれど、どうやら今回の FOMC 後、ナスダックが爆上げしていくんじゃないかという予想の方が多くなってきました。 本当にナスダックが爆上げするのかどうかということでね、まあ、これは誰にもわからないんで、いつも言っている通り、ナスダックが爆上げしたときの対策、爆下げしたときの対策というのをね、今からしっかりと戦略として、ね、組み込んでいきたいと思います。ドル円再券合わせてチェック、SOXL 差し値、考えていきましょう。3月21日火曜日、作戦会議スタートです。 はい。私のチャンネルではね、共に知識を増やしていきましょうということで、無料書籍。こちらの方を皆さんに、ね、ご提供できるということで、ウォーレン・バフェットの投資術。まあ、王道ですよね。初めての資産運用。 死ぬ時に後悔しないための幸せなお金のため方、稼ぎ方、使い方。こちらの方をね、3冊、すべてね、無料で皆さんにお配りすることができますので、まあ、こちらの方のね、投資の 知識の方で、ね、入れていただいて、まあ知識武装をしていただきたいなと思います。ただ、これらの3冊の本を読んだからとして、レバレッジ投資に役立つのか、と、SOXL の短期のトレードに役立つのか、ということで考えていきますと、おそらく役立ちません。レバレッジ投資、これはあまりにもね、マニアックすぎるということになりますので、レバレッジ投資に関しては、私のチャンネルを見ていただければ理解していただけるということになっています。 ので、それ以外の必要な金融知識、こちらの方をね、どん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 蓄積していきましょうということでやっております。もちろんこれは企業様とのプロモーション、タイアップということになっておりますので、その辺りもご了承してください。さあ、SOXL 危険だ、危険だという人がいるんですけれどね、私的には何が危険かわからないということで、SOXL っていうのもね、現物の SOXL と信用取引 CFD と一緒にしないでくださいねということなんですね。え何かと言いますと、2022年 SOXL っていうのは91.6%下落しました。このね、91.6%下落したときに、信用取引 CFD っていうのは、オイショが発生する するんですよそしてそのお衣装が払えなければロスカットということで持ってるポジション全てチャラにされてしまうんですよねですけれど現物の SOXL っていうのはお衣装ロスカットが発生しません繰り上げ消火も来ませんでしたということなのでポジションそのまま残るんですよ。そうするとね、今、 え、この91.6%下落したところからね、回復してきてますよね。そうなんです。現物の SOXL っていうのは高値上扱みしててもガチをしたらね、また価格が戻ってきてプラスのトータルリターンになっていくんですよね。これが分かる人は、 現物の SOXL を使って取引しても何ら問題ない。逆にこれがわからない、ちょっとね、馬鹿ちゃんたちっていうのは SOXL のことを危険だ、危険だというわけですよね。SOXL、半導体、この商品特性っていうのをしっかりと活かしてね、運用していけば短期でも長期でもしっかりと 利益が出していける商品だと思っておりますので、それを私が実際に実践して実証していこうじゃないかというのがね、このチャンネルになっております。さあ、いつも通りね、原油価格を見ていきましょうということですけれど、一段下のレンジになってしまいましたねということで、67.41と。まあ、これはインフレ、かなりね、いい感じになるんじゃないかなと。やっぱりね、ガソリン価格がね、直結して安くなっていくというのはいいことじゃないかなと思います。 こちらがドル円ですね。かなりね、値動きがありまして、今は円高方面に進んでいってるということになります。 こちら債券20年債の方ですね。大きくね、下髭をつけているということなので、月曜日のマーケット債券市場では、まあ大きく買われて、その後利確組が出たというね、感じで、債券こんだけボラ率が高くなることっていうのはね、珍しいということになっておりますんで、債券、こちらの方でね、トレードしてる方っていうのはね、今、バック、 影響を出している方と爆損を、ね、出している人いるんじゃないかなと。これが20年歳です。10年歳になりますと、もっと顕著ですよね。大きく、マジで大きく下着ひげをつけておりますで。2年歳の方も見ますと、やはりこちらもねさらに大きく下ひげをつけているということで、ね、かなり再建マーケットとしたボラ率が高くなっているということでね。 終わってみればね、大した値動きではないんですけれどもね、マーケットが開いてる間はね、ボラ率、これ株式並みじゃないのかなっていうぐらいのね、今、債券マーケットがボラ率があるということは、マーケットとしては上に行ったらいいのか下に行ったらいいのかよくわかっていないというね、かなり迷走状態ということになってるわけですよね。 はい、こちらがね、SOXL の5分足のチャートの方になっております。レンジといたしました、15.78から16.79ということでね、まあかなり値動きの方は激しいんですけれども、まあ終わってみれば、プラス2.98ということでね、まあそう、<laughs> まあ3倍型のレバレッジ型の商品としては、大した伸びではなかったと。えー、ただ、マーケットがね開いてから一気に下落、えー、そしてその後の急上昇、急下落、えー、そして右肩上がり、えー、時間外取引でまあ若干利確組が入ったみたいなね形になっているというふうになってますので、まあ、ボラ率自体はね1日の値動きは高いんですけれど、まれ、あ、わが期待しているほどは下がらなかった、上がらなかったということですよね。 でまあこちらね、日足の方を見てみますと、もう明らかに出来高が細ってるんですよね。出来高が細っていて、そしてちょこっと上昇しただけということになってきますんで、これ、FOMC 後はね、どうなっていくのかわからないですよね。今のところ、出来高が少ないんで、改、ま、正、あ、力が多いだけなのかなと、個人投資家あたりがね、ここで買うておいて、FOMC 後の爆上げに期待しているんじゃないかなというふうに思うんですけれどさあ、そううまくいくのか。 どうかと、えー、ただまだね、えー、この、えー、レンジ、私の中で大きく分けて14から18のレンジと思ってる、えー、そして、えー、細かく分けても13、16のレンジだと思ってるんですけれど、まあ、どちらにしても13、16のレンジだったとしても今、高ぶれしてるだけですよね。で、まあ、14、18のレンジの中では収まっているということになりますんで、まあ、ここ、 しっかりと FOMC 後もね、14、18で収まっていってくれるんだったら、スイングトレードやりやすいなと。18を超えていってしまうと、ちょっとね、手を出すタイミングっていうのを考えていかないといけないかなと思います。 さあ火曜日なんですけれども、ねえこちら指数は中古住宅販売件数のほが出てきます、23時ということで、ただこれね、出てきたからといって、株価にねまあ大きく値動きを与えるものかというと、そんなに言うほどね、与えないんじゃないかなと思う、今はそれよりもね、FOMC ですよねということで、まあ今ね、この銀行の破綻のね余波がきておりまして、FOMC 後、ナスダックが爆上げするのかどうかというところで、爆上げするん じゃなないいかという予想が強くなっておりますこれはなぜかというと、FOMC で金利自体は0.25、パウエルさんたちは上げないとしょうがないと、もうこれはあの議会証言で、まあ、今からもね金利上げていきますよーって、あれだけね、またかはなことを言っていたので、まあ、面目を保たないといけないということでね、0.25の利上げっていうのが、まあ、確定するんじゃないかと。 ただしいなんですよね。その後3時半からのパウエルさんの発言の方で、ドットプロットとかね、今後の利上げの予想とかっていうところがいきなりハとハになるんじゃないかと。とりあえず今回は利上げしましたけれど、5月からは一旦利上げの方を停止してね。 どうなっていくのか、経過観測していきますとか、年内中に、ひょっとしたら利下げするかもわかりませんとかっていうね、まあ、ハート派的な発言が出てくるんじゃないかと予想している人が多いんですよね。そうなると、まあ、ナスダック市場っていうのが爆上げしていく。だから今、ポジションを取っておくんだというね、人たちが多いんですけれども、果たしてそううまくいくのかと。大体株式っていうのは、大多数の人が 下落だと言ったときは、そこまでね、大きな暴落が来ませんし、上昇だと言ったときは、逆に下落していくということがありますんで、まあ、FOMC 後、ナスダック爆上げという人たちが多くなってくるんだったら、 ちょっとここはね、はい、その逆っていうのもね、えー、あるんじゃないかと、えー。これは天の弱的な発想だけではなくて、過去、えー、金利の利下げ開始をね、ひ、え、も、ー、いてみますと、過去はね、やっぱ金利の、ねえー、利下げ開始した後っていうのは株価っていうのはね、下落していくんですよね。えー、そしてその後ね、はい、利下げがしっかりと終わって、 で,でまあ、えー、そこでね、はい、もうこれ以上ね、えー、下げる金利がないという状態になってから株価がね、あの上昇していくという傾向がありますんで、まあ、今回、利下げではないですけれど、5月以降ね、えー、利上げの方をストップするということになれば、思惑としてね、 上がっていくと思いたいのが人情なんですけれど、それで株価が絶対上がっていくのかっていうと、まあ、過去を見ますと、絶対じゃないと、下げる時もあるということがありますんで、まあ、ここは FOMC 後、上がった時のシナリオ、下がった時のシナリオ、こちらの方をね、しっかりと用意しておかないとだめということになります。 まあ今のところ、私は楽天証券で5,500ドル、そしてマネックス証券の方で3,300ドル。まあ、こちらの方を、ね、使って、しっかりと上昇後、下落後の、ね、シナリオに、ね、対応していきたいと。まず今月ね。 SOXL などの短期取引を使いまして、目標1000ドル達成するというのはね、もうすでに今の時点で達成できておりますので、あと何ドル上乗せできるのかが楽しみというねことになっております。戦略ということで、まあ、大まかにはね変わらないんですよ。13ドルに下振れしたら買いたい。14から18のレンジだと思ってる。13から16のレンジは今継続しているのが上に 上がっていくのかどうか確認中ということですね。えー、そして、えー SOXL の今のポジション。えー、時間外取引で16.51でフィニッシュしております。SOXL は上にも下にも1日の最大の値動きは16%だと考えております。これは今まで観測してきた中の数値を割り出してます。たまに年に数回20%、30%動くときあるんですけれど、それはほとんどたまなんでね。もうほとんどの上限っていうのが16%に収まってくると。そうなると、 火曜日の SXL 上に目いっぱい振れば19.15下に目いっぱい振れば13.86ということになるんですけれど、まあ、FOMC 前で今買い控えがあるので、まあ、ここまでは値、ね、動きにならないだろうとただこの、ね、レンジの中を、ね、動いていくと、ね、考えられます。 さあ、それではね、f o m c 後上昇想定でいきたいと思います。まずはね、f o m c 後にね、上昇してしまった時にどうするんだと。まあ、指をね、加えて待ってるのかというと、そうではなくて、今、LABU ね、私100株持ってるんですよね。平均所得価格が5.59ということで、今、マイナスね、8.95なんですけれど、まあ、このね、えー LABU、えー、チャートの方を見ますと、ほとんどね、あの最安値付近なんですよね。52週の最安値っていうのが4.06ということになっております。それが去年の2022年の6月につけているんですよね。そしてその前の5月にも、ね、同じような水準になっていたと。この時5月の時きも、まあ、この4ドル台になった後と、急激に上昇。そして6月に入って、急激に下落。そしてその後急激に上昇というのを、ね、繰り返しているんで。 でまあ、このね、52週の最安値付近だったら購入しておいても大丈夫じゃないかなと。いや、逆に言うと、今 SOXL とかテスラ1.5倍ブルとか、まあ、トップ級とかその他の商品ありますよね。まあ、この中で一番ね、あの52週の最安値に近いのは LABU、ラブということになっておりますので、まあ、こちらの方をね、あのしっかりと 下落したところでゲットしておけば、まあ、ここからの、ね、急上昇、f o m c 後の急上昇の、ね、波にもぴったり乗っていけるんじゃない商品なのかなと、で意外と買いやすいんじゃないかなということで、ね、s o x ロ本当にねあの中途半端な状態になっているんで、f o m c 後下がった時怖いんでね、うん、LABU というのはまあこれ以上下がっていて、52週の最安値、さ3ドルになるかも分かりませんけれど、まあ、大体、ね、過去を見ますとここでしっかりとサポートされているということで ことが、ね、ありますので大丈夫じゃないかというふうに、ね、考えております。 えですので、まあ、一応ね、LABU、今100株持ってるの、プラス25セントになれば、上にね上昇すれば、さ、まあ、さっさと売っておきたいかなという気がするんですけれど、まあ、基本的にはそこまで上昇せずに、逆にね、あの買い増しできるんじゃないかなということで、えー、時間外取引の方で、今、5.09でね、フィニッシュしておりますので、今日マイナス3%下落していただきますと、4.93、マイナス5%下落していただきますと、4.83、7% パーセント下落で4.73ということになっておりますので、マ、まあ、まあネックス証券の方でまあ50株、50株、100株ぐらいで、えー、計200株ぐらいを買い増しして、f o m c 後のね、えー バック上げに期待していきたいかなと。あとは、えー、私の方が、えー、ナスダック103倍ぐら持ってるんですね。これ今のね、えー、ところ、マイナス10%の、えー、トータルリターン、マイナスをね、あの食らってるんですけれど、まあこれね、えー、プラテンしてくれたら嬉しいなと。えー、そして、えー、こちらが、レバナース、今年からね、買い始めてる方っていうのは、今のところ、プラス12.22%ということになってますんで、まあ久々にね、えー、プラス20%が見れるのかなということで、まあこちらの商品たちが,上が テクノジーと眺めで楽しむとまあ実質的なプラス液を取っていくのは LABU でしっかりとね取るということを、まあ、仕掛けていけば、ね、いいんじゃないのかなということでこれがねまずは FOMC5 上昇した時のシナリオです。 で、FOMC5 を下落した時は、もう簡単ですよね、はいもう U にね、えー、及ぶことはないということでね、はい SOXL 買い増しじゃーということになっておりますので、こちらは13ドル台になればね、あのしっかりと購入していくと。ただ、FOMC5 爆下げっていうのはね、ちょっと考えづらいかなと思うんですけれど、まあ、ちょっと今ね、13、 16のレンジは抜けてないんで、13で止まるとは思うんですけれど、まあ一応ね、12ドル台後半でもね、あの、刺しておいた方がいいのかなと思います。ただこれはもう FOMC の話なんで、今日のね、21日の話じゃないということになってきますんで、まあしっかりと今日ね、LABU が刺さるのか。 売れるのかというところをね、いきたいと思います。まあ、いつも言ってるようにね、株価なんていうのはね、そんなビビる必要ないんですよ。上がるか下がるかしかないわけでしょ。だったら上がった時の対策、下がった時の対策っていうのだけをね、しっかりでやって、あとは結果どうなるのか見守っていくと。どっちか一方に振ってしまう。例えば下がると思ってインバースを仕込んだりとか、上がると思って今のね、この中途半端なところでストクルのポジションを取ってしまって、その後上がらなかったら下がらなかったら たらうわーということでね、えー、皆さん株式から退場されていくわけですよね。えー、けれど、それをしないためにはどうするか、そうです。上がるか下がるかしかないんですからね。上がった時のシナリオを用意する。下がった時のシナリオを用意する。そして、あとは静観しておくというね。まあ、これがね、えー、あの株式マーケットで必ず生き残っていく方法だと、えー、私は思っておりますので、まあ、こちらの方のね、えー、方法を使って、本当に生き延びていけることができるのかどうか、ということをね、まあ、試していきたい そうしまして、今日ねね、日本のお証券会社さんはお休みですけれど、アメリカ市場は開いておりますので、いつも通りり22時からライブ放送の方をかけさせていただきますので、ライブ放送のご参加、お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。